みんな満面みなのだ、エルザなのだ。今回は前に出ていい場合とダメな場合の考え方について解説をしていくのだ。前に出るといいよという話は過去にもしてきたけど、これは全部のマップで必要かと言われるとそうでもないのだ。というのもマップの地形によっては自分から攻撃を受けに行ってしまうマップもあるからなのだ。今回はそんな前に出ていい場合とダメな場合を理解するために必要な考え方を解説していくのだ。ぜひ最後まで見てくれなのだ。マップの奥行きで変わる。まず押さえておきたいのはマップの形状なのだ。今回はコンブトラックとゴンズイ地区で話していくのだ。まずこの2つの形状を見てもらうとわかると思うけど、奥行きが全く違うのだ。この2つをそれぞれ特徴を並べていくのだ。コンブトラック、中央へ抜ける方法がたくさんある。中央からある程度攻撃が届く。前に出すぎると敵が有利になる。ゴンズイ地区、中央への抜け道が1つしかない。中央への攻撃場所が決まっている。前に出るほど自分たちが有利になる。といった感じでマップの奥行きだけでこれだけ特徴が変わってくるのだ。肝としては中央への抜け具合が大事なのだ。特徴を見た時に本部の方だとちょっと出づらい印象になるのだ。でもゴンズイは前に出たくなるのだ。マップによってはだいたいこの2パターンに分かれているから、マップの特徴を押さえておくと前のラインを決めることができるのだ。もちろん味方に合わせて出た方がいいこともあるけど、武器によっては限度があるということを覚えておくといいのだ。ただこれには射程がどれくらい届くかの理解度も大事になってくるから、最終的に3個もおすすめするのだ。ではそれぞれを細かく見ていくのだ。見渡しができる場合は止まる。ボンブトラックみたいに見渡しができるマップの場合は止まることをおすすめするのだ。具体的にコンブで見ていくのだ。コンブの立ち位置としてはこの辺りがいいのだ。この場所から届く攻撃範囲はこれくらいになるのだ。思ったよりも全体を管理できるのだ。この攻撃範囲を理解していると敵陣の方に出ていくのはちょっと難しいと思うのだ。味方もこの辺りで戦うことが多いからメインのサポートを考えると十分と言えるのだ。ちなみに左側に関してはこの位置から攻撃をすると届くようになっているのだ。絶妙な立ち位置だから覚えておくといいのだ。その他に見渡しができるマップとしては佐藤、チョウザメ、高橋、湯の花といった感じなのだ。中央よりちょっと前に出るだけで攻撃がある程度網羅できるマップだから攻撃範囲をしっかり押さえとくといいのだ。ただ逆に押さえ込みをされる場合、相手もこの場所を取りに来るのでしっかり取り返す意識をするのも大事になるのだ。通路を防げる場合は出る。ゴンズイ地区のように押し込むほど通路を防げるマップは前に出ることをおすすめするのだ。ゴンズイ地区で見ていくのだ。ゴンズイ地区の侵入経路はこの辺りになるのだ。だいたい中央の広さと同じで移動箇所も絞られているのだ。しかも面白いのは前に出るほど通路が絞られて横に狭くなっていくという特徴があるのだ。こういったマップは前に出るほど相手の動きの制限ができるだけでなく密集しやすくなるから事故が起きやすいのだ。また通路が絞られるということは裏取りに出る通路がないと言ってもいいから、抑え込むほど後ろを取られなくなるのだ。これがクソマップと言われるゆえんなのかもしれないのだ。敵を倒して前に出る機会ができたらすかさず押し込んでチャンスを作るのが大事なのだ。その他に通路を防げるマップはランクラータラコマサバといった縦長のマップとなるのだ。ただこのマップを押し込むと強いんだけど、オールダウンして押し込まれると逆転されやすいマップでもあるのだ。前に出るんだけどデスしないことが重要なマップだから気をつけておくのだ。敵の攻撃箇所からも考える。最後にこのマップの考え方で重要なことを伝えておくのだ。マップの理解をするにも限界があるけど射程を意識するといいのだ。
ボングトラックみたいに前に出すぎないマップはこの射程と密接な関係があるのだ。まずこの中央の位置なんだけど、敵のハイドラがここにいると攻撃をもろに受けてしまうのだ。中央にいるのにこんだけ攻撃受けるんだから、前に出た時は壁もなくてもっと悲惨になるのだ。しかも裏取りをされるのだ。そのことを考えると、中央で少しでも壁がある場所から有利な射程を生かしている方がいいのだ。逆にゴンズイとかみたいに通路を防げるマップは、距離さえ取れば壁が多少なくても押し込めるマップになってるのだ。相手は顔を出すだけで蜂の巣にされる可能性があるのだ。同じ前に出るといってもこれだけ差があるから射程はとても大事なのだ。攻撃を受けずに一方的に攻撃することが長射程武器の特徴でもあるから、しっかり意識して場所を選ぶことをおすすめするのだ。ということで、ご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで、バイバイなのだ。